んこんにちは、Bレジェンド梅野です。Bレジェンド大林です。今回紹介するのは、バーベルで行うフロントスクワット。よくバーベルを後ろに担いで行うバックスクワット、これが結構スクワットの中では主流なんですが、今回はあえて体の前の方でバーを支えるフロントスクワットの紹介です。狙っていく筋肉なんですが、まあ、太もも全体になるんですが、バックスクワットよりも前側、だいたい四頭筋の筋肉に刺激が入りやすいと言われてます。そこ狙いでされる方が多い種目です。それでは動作解説していきます。このラックの高さを調整してもらって、バーの真ん前に立ちます。でそこからバーを体の前の方にかけていきます。バーをこの時に三角筋の前側のくぼみあたりに乗せるようにしましょう。でバーを持ったらラックアップをしてもらって下がります。はい。でここでこのまま動作しゃがんでいくんですが、お腹、体幹に力を入れて姿勢を保つということを大前提で動作を行っていきましょう。お腹決めたらしゃがみます。はい、立ちます。下ろすときはややコントロールするように下ろしますが、可能であれば立ち上がるとき、やや爆発的にというか一気に立てるようにできればバッチリです。このバーベルをどういうふうに持つのか、どこで支えるのかっていうのなんですが、まあ、ちょっと簡単に木の棒があったのでこれで解説していきます。この三角筋の前の方で支えます。で手に関しては、ちょっと指をかけるようにして、バランスをとります。でこの時に肘が下がっちゃうとバーベル落ちちゃうので、肘をなるべく高い位置に、するように構えていただくとフォームが安定します。横から見るとこんな感じです。ポイントです。足の幅なんですが、どういう形で足に刺激を入れるのかによって足の幅は変わってくるんですが、まあ、一番その目安になるのはしゃがんでもらって、その時に深くなおかつ安定してしゃがめるか、そういった足幅にしていただけるといいのかなと思います。ナロースタンスで立ってつま先もまっすぐ正面に向けてスクワットをすると、ちょっとしゃがみます。可動域があまり稼げなくなりますので、つま先と膝を少し外の方に向けてしゃがんでもらうと可動域が大きく使えます。だいたい四頭筋、ももの前側ダイレクトというよりはこれはもう全体的な筋力アップを目指すようなフォームにはなるんですが、最初はこれでフォームを作って安定を目指していただければと思います。ポイントなんですが、しゃがむ深さです。で言葉だけで最初に説明しちゃうと、骨盤の前傾が維持できる範囲でなるべく深くというところになります。具体的に言いますと、今これは骨盤が前傾できて深くしゃがめている状態です。こうなるとここで骨盤後傾入ります。こうなると危険です。立ちましょう。なので骨盤の前傾、その状態からしゃがみます、しゃがみます、しゃがみます。そう、後傾しない、これくらい骨盤が抜けない位置というのをご自身で探してやっていただくのが一番安全かと思います。以上でフロントスクワットの解説を終わります。皆さんありがとうございました。